話したいことがあるので、聞いてもらえたら嬉しいです。この夢を語れ青森の、お客さん にどういう感じで帰ってもらいたいかっていう、指標が一つだけ僕決めたんですけど、それは、美味しいラーメンを出すとかではなく、また来てもらいたい、また来たいと思ってもらえるお店にしたい、そう思ってます。なので、ラーメン美味しかったよ、ごちそうさまでしたって言って帰ってくれるのももちろんめっちゃ嬉しいんですけど、また来ますっていうその一言が何よりも嬉しい一言だなと僕は思ってるので、もしまた来たいと思った時には帰り際でもいいのでまた来ますって言ってくれたら嬉しいです。で、夢を語れっていう、店名のごとくですね、ちょっと僕から一つだけ僕の人生の夢を一つだけ語らせてください。僕の夢はジャンプ漫画の主人公になることです。ジャンプ漫画の、僕今21歳、9日後に22歳になるんですけど、21歳っていうのは、大学でいうと3年生の年に当たります。で、3年生の年っていうのは就活が始まってきたりとかで、やっぱりその自分がいや本当にやりたいことと現実に、まあ、現実就職に折り合いをつけていくことで、だんだんその夢っていう自分がやりたいことがどんどんなくなっていく年だと僕は思ってます。その中でこの21歳っていう年で僕がそのやりたいことをひたすら叶え続けていく、その背中っていうのはジャンプ漫画の主人公が、ホカゲになりたいとか海賊王になりたいって言って、ひたすら努力していく姿と同じなんじゃないかっていう、だから僕はジャンプ漫画の主人公になります。なので応援よろしくお願いします。ということで、オープンしましょう。